皆様本日はようこそ素内の里お越しくださいましてありがとうございます。またお集まりいただきまして誠にありがとうございます。ただいまより滋賀県出身の姉妹デュオゆりめりによる音楽コンサートを開催させていただきます。ありがとうございます。本日ありがとうございます。本日お越しいただいてますゆりめりですが、2019年10月にデビューして以降約11曲のオリジナルソングを発表されておりまして、また TikTok のフォロワー30万人以上でしたり、ドラマの主題歌も担当されている、まあ、SNS を中心に注目を集めている姉妹デュオのお二人でございます。お二人の里山に響く、ハーモニーをぜひお楽しみいただいたらと思っております。どこかで春が生まれる。
皆さん、こんにちは。あ、こんにちは。ありがとうございます。二十歳と17歳の姉妹ユニット。はい、ユニット、ごめんなさい。はい、姉妹ユニット、ゆりめりです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。すごくいいお天気になりましたね。そう、昨日がすごい大雨で、だったんですけど、そう、いつもね、結構この加納小路庵の砂井の里ですごく私たち何回かライブさせてもらってるんですけど、はい、いつもなんかいつ来てくださいますかって、いつOK ですかっていうのを聞いてくださるんですよ。で、私たちがだから最終ねお願いするんですけど、本当は昨日でお願いしてたんですよ。で、なんかなんでやったやろ、なんか帰ったんやんな、今日に、まあ、なんか帰ってもらった今日、日曜日か、なんか日曜日、なんか土曜日よりも、うん、なんか日曜日の方がいいかなみたいな、なんかちょっと安易な感じでね選んだんですけど、変えてもらったら、はい、すごいね、今日いいお天気になって、はい、すごい良かったな、あ、ありがとうございますで、すごいね、梅林も今ほら梅祭りですごく梅林が綺麗で、なんかね、昨日すごい大雨が降ったからどうかなってちょっと心配してたんやけど、すごく綺麗に咲いてるし、また見に行ってないよって方はぜひ見に行ってほしいんですけど、今日はね、私たちのこの音楽でちょっとでも、彩りをプラスするお手伝いをなんかできたらなと思って、歌いに来ました。どうぞよろしくお願いします。先ほどね、17歳と20歳の、姉妹ユニットっていう風に自己紹介させてもらったんですけど、私ね、つい最近というか今月の1日に高校を卒業しました。あ、ありがとうございます。すいません、拍手いっぱいしてもらってで、私たちの青い春という卒業ソングがあるので、歌いたいと思います。聴いてください。重たい制服、重たいカバン、汚れた下駄箱の文字、でもなんでかな、今になってさ、もうちょっとだけ時間が続いていたならなんて、うん、思ってしまう。離れてくバイバイに降り積もる思いは気づかないふりして、また会える、そう会える、それは分かってても、君の声がしない、明日が切ない校舎を映す君の肩に開きかけた桜がこぼれ落ちた。時計の針見つめる昼下がり、汚れた下駄箱の文字、
でもどうして今になってさ、もうちょっとだけあの暖かさに包まれていたいなんて、思ってしまう。焼ける空の廊下伝うチャイムと、こだまする毎日が遠く離れてゆく。また会える、そう会える、それはわかってるけど、君と交わす今日が記憶しく舞ございます、私たちのオリジナル曲青い春でした。はい、青い春、ゆいちゃんの、はい、作詞作曲で同じね高校に通ってて、うん、同じ高校を卒業し、はい、まあ途中でね違う学校には行ったんですけど、同じ学校に通ってて、うん、私がその学校を卒業するときに、はい、書いた曲です。はい、はい、だからね、どの、うん、あたりのこと言ってるかとかすごいわかるよね、うん、そう、私はねそうだから多分ほとんどこの中で、はい、私が一番想像できてるかも、うん、だからすごいね気持ち込めて歌わせてもらいました、うん、すごい、はい、ありがとうございます。そう、来てくださってる皆さんの中にもなんか今年卒業っていう方がね結構いらっしゃると思うので、はい、本当に歌わせていただきました。はい、おめでとうございます。はい、あ、私たちねちょっといつもじゃない、ごめんなさい、すごいライブが結構ね久しぶりというか、はい、もうずっとねコロナ禍があったので割とできなかったんですよ、うん、この1年くらい、はい、でだからこの梅祭りもね、うん、この加納小寿庵砂井の里でさせてもらうのも多分2年ぶり1年ぶりくらいなんですよ、はい、でね、なんかみんなですごく楽しいライブにできないかなと思ってちょっと考えたんですけど、うん、声あんまり、ね、出せないじゃないですか、うん、だから砂井の里ってすごいこう年齢層幅広く、うん、来てる方が結構多いと思うので、うん、そのね年代をこの大まかに3ブロックに分けて、はい、なんかその年代の方がこの曲好きやろなっていう、知ってるやろなっていうのを3つずつくらい選んできたんですよ、曲を、はい、なのでなんかこうその3つを3択でこうね皆さんに手を挙げてもらってどれが聴きたいっていうのを
聞きながら、うん、ちょっとやろうかなと思ってるんですよ、そういうコーナーを、はい、うん、ちょっとずつなんですけどね歌うのは、はい、もうワンコーラスとかねサビだけとかなんですけど、うん、ちょっとみんなにそうやって聞きながらやろうかなと思います、うん、はい、イエーイイエーイちょっとじゃあゆいちゃん言ってくれる、はい、じゃあまず、うん、1ブロック目というか、うん、はい、1世代目っていうかな小さいお子さんでも、うん、分かるようなう、若い方向けの曲を、はい、選んできました、はい、3ジャンルあるんですけど、うん、まず、1つ目が、うん、ジブリの中から何か歌います、うん、でまずにで2個目が、うん、ディズニー、はい、そして、3つ目が鬼滅の刃でこのねあの並びに鬼滅の刃が入ってくるのがねやっぱりあの最近やっぱ大人気なので、ね、うん、知ってる方も多いかなと思ってこの3つ選びました、うん、はい、なんで具体的にあの何歳から何歳っていうのは決めてないので、うん、あのもし聞きたいなっていうのがあったら、うん、あのどの世代の方も挙げていただいて大丈夫です、はい、じゃあまず、うん、ジブリ、うん、聞きたいよっていう方手挙げてください、はい、これ なんとなくでね20人ぐらい挙げてくれてはるかな、はい、ありがとうございます。次ディズニーの曲聞きたいよっていう人、はい、1、2、3、4、5、6人ぐらいかな、10人ぐらい、10人弱、ちょっとジブリの方が多いかな。じゃあ最後鬼滅の刃の曲聞きたいよっていう人、はい、あーもう多い、そうですね、これはもう一目瞭然で、それはだって、はい、あすごい元気、元気にあげてくれてありがとうございます。やっぱり鬼滅の刃ね、うん、やっぱ人気よね、ありがとうございます。あ嬉しい、あのねあのちらほらあの、うん、鬼滅の刃のマスクをねつけてるお子さんもちょっと多くてやっぱそうかなと思ってたけどね、うん、あの予想通りでした ねちょっとね、はい、はい、じゃあ鬼滅の刃の、うん、じゃあねどっちにしようか、グレンゲにしようかな、うん、はい、じゃあグレンゲをちょっとね、はい、歌わせてもらいたいと思います。はい、ちょっと難しいからね、うん、ワンコーラス、ワンコーラス、ワンコーラス、はい、はい、じゃあいきます、うん、ワン、ツー、スリー、フォー。泥だらけの走馬灯に酔う、こわばる心震える手は掴みたいものがある、それだけさ、夜の自信だけ、それだけさ、強くなれる理由を知った僕を連れて進め、どうしたって消せない夢も止まれない今も、誰かのために強くなれるなら、ありがとう悲しみ、打ちのめされて負ける意味を知った、グレンの花よ咲き誇れ、運命を照らしてありがとうございます、ありがとうございます、はい、グレンゲ、はい、歌わせていただきました、皆さん手拍子ありがとうございますありがとうございます、はい、はい、ではね、じゃんじゃん行こうかなと思います、はい、次の、世代はですね、うん、なんて言ったらいいんかな、うん、真ん中あたりって言ったら大体、うん、ね、ね、あの大体真ん中あたりの真ん中くらい、はい、世代の曲を持ってきました、はい、まず、うん、アーティストでいきたいと思います。アーティスト名でね、はい、うん、1人目、久保田早紀さん、まあ、でも久保田早紀さんといえばこの曲だろうというのは皆さん ねあの想像つくと思うんですけど、はい、まず久保田早紀さん、はい、そして2曲目、アミンさん、アミンさん、もうね、アミンさんも大体この曲だろうなっていうのは想像つくと思うんですけど、うん、アミンさん、アミンさん、そして、最後が荒井由実さん、由美、はい、由美ですね、うん、この3人で、聞きたいなというね、はい、アーティストさんいらっしゃったら、うん、開けてください、はい、はい、ではまず1人目、うん、久保田早紀さんの曲聞きたいよっていう方、はい、あ結構1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、上がってるな、5、6、7、8、9、10、11、12、12、12、13くらい、はい、
うん、では次アミンさんの曲聴きたいよっていう人、はい、あ結構1、2、3、4、5、6、6、7、7人ぐらいかな、8くらいかな、はい、はい、じゃあ最後新井由美さんの曲聴きたいよっていう人、はい、おいおいユーミン、おいね、ユーミンが優勢、ユーミンね、やっぱり、うん、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、では、うん、新井由美さんの、うん、では卒業写真を、はい、はい、ちょっとね、これはサビだけ、うん、サビだけ、ね、歌わせていただきたいと思います。はい、私ハモリ、そうかな、うん、はい、いきます。人混みに流されて変わってゆく私をあなたは時々遠くで叱って、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。卒業写真、ね、はい、卒業写真、はい、今ねアカペラで歌わせてもらったんですけど、うん、私たちアカペラでね TikTok とか結構上げさせてもらってて、うん、結構ねアカペラ聞いたことあるよっていう方もちらほら言ってくださったらなとは思うんですけど、はい、では次の曲もね、うん、次の世代もアカペラで歌えたらなと思います。はい、最後は、なんて言ったらいいか、シニア世代って言ったらちょっと失礼なのかな、いや失礼か、ね、シニア世代の、あどうなんやろね、方向けに選んできました。語彙力が、はい、ではまず、はい、アーティストでまた行きたいと思います。はい、一方目が、坂本九さん、はい、うん、そして二人目が、美空ひばりさん、はい、はい、うん、そして、最後三人目が、うん、ザ・ピーナッツさん、うん、はい、このお三方で行きたいと思います。はい、では、一人目から行きたいと思います。坂本九さんの曲聴きたいよって方、はい、あーやっぱり多いな、多い、12人くらいかな、あれ12人くらい、はい、では次美空ひばりさんの曲聴きたいよって方、あーすごいな、12345678910111、ちょっと美空ひばりさんの方が多いかな、一緒くらいやな、一緒くらいやな、どうしよう。じゃあ最後ザ・ピーナッツさんの曲聴きたいよって方、あ、多い、あ多いかな、12345678910111213141516171617、あザ・ピーナッツさんかな、じゃあザ・ピーナッツさんで歌わせてもらいたいと思います、ね、全部3番目やね、ね、あ確かにじゃあね、はい、ザ・ピーナッツさんの恋のバカンスを、うん、はい、はい、歌わせてもらいたいと思います。はい、これもアカペラで聴いてください。日に焼けた頬寄せて囁いた約束は二人だけの秘め事、ため息が出ちゃう、あ恋の喜びにバラ色の月日よ、初めてあなたを見た恋のバカンス、ありがとうございます、ありがとうございます。ザ・ピーナッツさんの恋のバカンス、はい、歌わせていただきました。皆さんご参加ありがとうございます。いかがでしたでしょうか。ね、なんか知ってる曲とか好きな曲が歌えてたらよか、よ、いいのかなと思うんですけど、はい、でも ね結構皆さん手を挙げてくださって嬉しかったです。ありがとうございます。はい、でね、そんなもうすごい今ね手挙げてもらった中でもすごく幅広い年齢層の方来てもらってると思うんですけど、今日で砂井の里ね、そうやってすごく人気な場所で、で私たちも昔からずっとお世話になってて、母が昔ねお茶室で働いてて、なんで家族ぐるみでというかずっとちっちゃい頃から来させてもらったりとか、こうやって歌わせてもらったりっていうのをずっとしてるんですけど、そんな加納庄司庵さんにちょっとなんか
お礼というかね、なんか感謝の気持ちを伝えたいなと思って、3年前くらいに香りふわりという曲を私が書いたんですけど、それを歌いたいなと思います。聴いてください。香りふわりっていう曲でした。はい、はい、皆さんね、ここまで聴いてくださってありがとうございます、うん、次の曲で最後の曲になるんですけど、うん、その前にねちょっといろいろ宣伝させてもらいたいと思います、うん、でね、せっかくねあの今日梅まつりで歌わせていただいているので、うん、梅まつりのねあのお菓子のこともねちょっと私たちがねちょっと説明させてもらおうかなと思うんですけど、はい、皆さんねもうすでに売店行ったよっていう方もたくさんいると思うんですけど、うん、はい、梅まつり限定のね、うん、お菓子がいくつか出てまして、うん、でまずねあの金つばの梅バージョン梅金つば美味しいな絶対、はい、出てまして、はい、あと、梅大福、うん、梅大福めっちゃ人気でもしかしたらなくなってるかもって言ってらっしゃったんですけどあるみたいやなまだ、うん、まだあるみたいなので、うん、梅大福はい、ぜひ、
チェックしてみてください、はい、あと霊月アモって言って、うん、アモの中にねあの梅酒が入ってるかな、うん、はい、そういうね、はい、素敵なお菓子もたくさんあるので、うん、ぜひ皆さんね後で売店の方でぜひ見に行ってください、はい、あとね後ろにも皆さんあの出店ねたくさん並んでてあの今食べてるよって方もたくさんいると思うんですけど、うん、はい、私たちのイチオシはですねあのみたらし団子、いや美味しい、絶対来たら食べるんですけど、今日まだ食べてないな、うん、まだ食べれてないのよ、すごいねお餅もあの香ばしく焼かれてて、うん、タレもすごい美味しいんですよ、うん、なのでよかったら気になったらみたらし団子食べてください、はい、他にもねあの、うん、いろいろお野菜売ってたりとか、うん、そのお野菜をねあの焼いてあったりとか多分たくさんあると思うのであの皆さんぜひね、はい、あの後で食べに行ってください、はいはいはいね、こちら の, あのパン屋さんも、まあ、めちゃ並んでるけど今もはい、私たちも後で見に行きたいなと思ってるので、うん、よかったら皆さん後で行ってみてください。はい、はい、ということでねあのすごいずっとあの座って聞いてくださってる方もたくさんいると思うので、うん、最後の曲聴いてもらう前にちょっとね伸びだけしようかな、うん、立てる人は立ってもらおうかな、腰でもなんかね膝に置いてたりとか、そうね、ちょっとあれか、うん、じゃあ指と指を前で交差していただいて、うん、吸いながらぐーっと伸ばしてください。うわ、伸ばして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 吐きながらふぅもう一回行きましょう。あ、もう一回行きます。伸ばして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 吸って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 吐いて、すっきりしたかな。はい、私最近あのヨガにハマってるのでちょっと布教していこうかなと思って。朝ヨガしてるよな。朝ヨガしてるんですよ。気持ちいいみたいで、はい、あの YouTube とかにいっぱいヨガ調べたら出てくる皆さんもねぜひヨガ生活何進めてんねんって感じだけど、うん、はい、いいと思う。あのすごい気持ちいいのでよかったらね、うん、はい、ということで最後の曲ねすっきりしてもらったところで聴いてもらいたいと思います、はい、最後はねあの司会の方も言ってくださったんですけど、うん、私たちねドラマの主題歌を歌わせてもらったりとか、うん、ありがたいことにしてまして、ありがとうございます、去年の10月から始まった深夜ドラマこのご縁お届けします、メルカリであった本当の話っていうドラマ、うん、もう終わっちゃったんですけど、うん、その曲の主題歌を最後に歌わせていただきたいと思います、うん、私たちの曲で次の手です、皆さん最後まで聞いていただいてありがとうございました。もう必要ないかなって何度も手に取って話せない、こんな僕のいつもそばにいてくれた
傷つけてたのはいつも僕の方だ。誰よりも君のことを分かっていたかった。焦ってしまった僕に優しく ゆりめりの皆様ありがとうございました。皆様もう一度大きな拍手をお願いいたします。もう一度大きな大きな拍手をもう一度お願いいたします。はい、ありがとうございます。お待たせしました、司会じゃなくてアンコール隊の広瀬でございます。皆さんまだ何曲かお聞きになられたいですか？いかがですか？はい、ありがとうございます。まぁ、ちょっと元気がないのでこれで終わろうかと思いますけど、どうですか？はい、ありがとうございます。それではね、アンコール引き続きお楽しみいただきたいと思います。もうしばしお楽しみください。それではお願いいたします。ありがとうございます。すごくね、すみません、ありがとうございます。盛り上げてくださってありがとうございます。はい、はい、ではね、また第2部が14時から始まるんですけど、はい、14時から、はい、それもまた聞きたいよって方は、ね、うん、ぜひ第2部聞きに来てください。またね、はい、違うセットリストで歌うので、うん、よかったら聞きに来てください。はい、ということで、はい、アンコールはね、皆さん知ってらっしゃる曲を歌おうかなと思って、うん、はい、カントリーロードをねちょっと2人で歌おうと思います。はい、はい、それでは、アンコール本当にありがとうございます。では最後歌わせてもらいます。続いてる気がする。明日は
14時から、スタートするので、はい、またね皆さん売店回ったりとか、屋台の美味しいご飯食べたりして、うん、またね戻って聞きたいよって方は聞きに来てもらえたらなと思います、はい、皆さん最後まで聞いていただいてありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。12時の部は終わり。あ、はい、もう一曲もう一曲いきます。ちょっと14時に残しときたいんですけどいいですか。もう一曲、もう一曲いってみましょうか。あ、もう一曲、あ、わかりました。皆さんいいですかね。ありがとうございます。はい、じゃあ、あと、もう最後の一曲で。あ、一曲、はい、はい、わかりました。はい、ではお願いします。はい、え、どうしようかな。はい、ありがとうございます。はい、じゃあね、三択の中で、はい、坂本九さんっていう風にね、うん、リクエストの時に、うん、聞いてくださった方はね、三択、うん、坂本九さんと美空ひばりさんとザ・ピーナッツさんで、うん、選んでくださって、うん、ザ・ピーナッツさんになったんですけど、はい、じゃあ坂本九さんになったらっていう時のね、見上げてごらん夜の星をちょっと歌いたいと思います。ちょっとアカペラになるんですけど、はい、はい、ちょっと歌わせてもらいたいと思います。サビだけやな、サビだけやな、はい、はい、ちょっとサビだけですいません。ちょっと、はい、はい、はい、いきます。見上げてごらん夜の いろんなね、はい、曲また何回も言うんですけど14時の部に歌うので、はい、またね他の曲も聴きたいよって方は聴きに来てください。お願いします。最後までありがとうございました。ありがとうございました。ゆりみりでした。ありがとうございました。また次の部が14時からございますので、はい、また1時間後皆様お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。最後にもう一度大きな拍手をお願いいたします。